1分でわかる吉本隆明の生涯。吉本隆明は、日本の評論家です。政治や大衆文化をはじめ、幅広いトピックを論じた膨大な著作を残しました。東京都に生まれます。東京工業大学卒業後、陰気工場に就職します。アレキ新人賞を受賞。詩人として活動します。戦前の共産主義者たちの転校について論じ、当時の左翼を激しく批判。娘の吉本バナナが誕生。代表作共同幻想論が全共闘世代の学生運動に多大な影響を与えます。ミシェル・フーコーやガタリなどフランスの思想家とも対談。大学の教職にはつかず在野で活動。また外国語が読めず翻訳で読書していました。日本の消費社会化に伴いますイメージ論などでサブカルチャーを擁護。脱原発活動に参加し、またオウム真理教を宗教の観点で評価します。肺炎により死去。ぜひ読んでみてください。